皆さん、こんばんは。2024年、10月14日広島瀬戸内新聞ニュース、号外で、ございます。衆議院選挙ね、最後のね、放送となると思いますけれどもね。広島でもね、野党共闘が完全に崩壊してしまっていると、いうことですよね。結局その根本にはですね、人を大事にしない、ね、野党が人を大事にしないということがあったんじゃないのかなということをお話ししたいと思います。広島1区からね、5区ですね、9区、前回もね、自民党がね、圧勝しました。それはいいんだけどね、結局自民党が圧勝だから、負けた、ね、野党の候補者をね、1回でね、クビにしちゃったとね。特に立憲民主党さんですよ。でその結果ね、今のね、惨状があるんじゃないのかということをね、僕は申し上げたいんです。はい、ね。で、1区はね、前回は自民党ね、岸田さんですね、もう、岸田さんの1区ですよね。どうせここはもう岸田さんがね、圧勝ということでね、無視をしてもいいんだけど、今回の分析は。そうは言ってもね、なんだかね、立憲民主党さんも他県からの落下さんとかね、いう状況でね、なかなかね、勝ち目は薄いのかなというところはね、言えると思います。で、社民党とね、前回ね、社民党、共産党候補者立てましたけどね、お二人ともね、結局市会議員になられてますんでね、そういう意味ではね、岸田さんに挑んだことをね、売りにしてね、市会議員になられたっていうことはね、ある意味人を生かしてるんです。しかし立憲民主党はね、なんか使い回しみたいになっちゃってね。で、2区はね、前回は自民党対立憲でね、立憲にね、野党共闘でまとまったんだけどね、今回はね、自民、維新、共産、国民とね、立たれてるわけですよね。で、最初に自民のね、前職に、ね、挑まれたのが維新、ね、手を挙げてね、それなりに活動されてたんだけど、そこをね、後から共産、国民が立ててこられたわけです。で、国民民主党がね、だから立憲民主党もね、候補者ずっといた、前回いたのに、ね、その人をね、クビにしちゃってるんだよね。で、国民民主党からね、別の方、ね、具体的には立憲民主党のね、森本参議院議員のね、秘書のね、方、ね、福田源だった方ね、福田源さんという方、国民民主党で出されていると、いうことですよね。つまり、この方の妻はね、宮口春子参議院議員、ね。なんかね、身内からね、そういうね、急増でね、候補者を作ると、いうことに、ね、なるわけですよ。なんでこれね、出してるか、茶番選挙、仁義なき候補者選考のね、登場者でもね、いらっしゃいますからね。でね、前回はね、公明対ね、だから3区はね、前回はね、公明対立憲、ね、そしてね、維新が絡むという構造で、ね、野党共闘でね、立憲、ライアンさん出られたんだけどね、そのライアンさんがクビになっちゃった、立憲から。ね、その結果ね、立憲またね、候補者を差し替えると、ね、いう状況ね、だから野党共闘って言ったってね、候補者個人とね、じゃあ、他のね、じゃあ共産なり社民なりね、令和ですね、私たちね、もう私が応援する令和、ね、そういうね、ところとの信頼関係っていうのはもう崩れてしまってるわけです。ゼロです。やり直しですね。候補者、違う人が来てるわけですから。ね。で、そんなのもね、作れないままね、結局ね、候補者がね、乱立するという形になってます。はい。で、4区はね、5区はね、実は今回はね、ほぼね、4区に合区されてるわけですけどもね、結局ね、自民ね、だから立憲っていうね、いう形、なんかいわゆるね、野党はね、立憲にね、集約されてたわけですけどね、結局4区は、ね、立憲の方はね、県会議員に後になられてますけど、5区のね、立憲の方はね、クビになっちゃった。ね、1回負けただけでクビ。ね、その結果としてね、事実上ね、こういう形になるわけです。玉がいなくなっちゃってね、自民対維新という形になるわけですよね、4区はね。で結局ね、自民はね、立憲はね、2、3、9、5区の、ね、候補者はね、衆院選で1回負けただけでクビにして、それからね、半藤大樹先生、このね、はしごを外す事件も起こしてるわけですよね。これはね、仁義なき候補者選考ね、ぜひね、ご覧ください。ね、これを今後ね、参院選ね、広島再選挙、私も立候補しました。ね、旧立憲が候補に内定した半藤大樹ではなくてね、森本慎二参議院議員の秘書で、
今回ね、2区で国民から立候補予定の福田氏の、ね、妻をね、で宮口さんを擁立したわけですよ。ね、ほらーあとしこり残れますよね。で共産党もね、2区3区はね、急増候補が否めないと。で市議とか県議ね、その他ね、その地域で立候補されてた方がね、2、3で出されるんだったら別だけどね、ちょっとね、やっぱり急増感否めませんね。まあ3区はね、そういうわけでね、無所属のね、このなんだ、玉田さんっていうね、玉田先生っていうね、お医者さんに注目したいと思います。まあ私と一緒にね、参議院広島再選挙、2021年に立候補した方です。でね、どうせ広島3区なんてね、公明の現職のね、方がね、国土交通大臣、名前言っちゃいます、斉藤国交大臣、ね、圧勝に決まってますよ。ね、あの候補者クビにしてんだもん、立憲が一回。ね、ゼロからやり直さなきゃいけない。それは無理ですよ。ね、だからならばね、やっぱりね、もう人を大事にしない政党のね、あり方ね、これ一石を投じる意味でもね、この無所属でね、都市空権、ね、あの殴り込まれるね、方にね、玉田さんにね、先生にね、注目したいと思う。先生っていうのはね、ドクターっていう意味ですね。だから憲法7条の解釈とかはまともですよ。ね、石破さんの解散、ね、大義名分がない。全くその通りです。憲法7条でやるのはおかしいと。ね、全くその通りです。まあ、こういうね、面白みのないね、選挙区だからこそね、じゃあこういうね、一石を投じる方に注目というのもね、いいんじゃないのかなと思いますけどね。まあ、こういうね、でも小選挙区制っていうのもね、結局ね、あのつまらないというかな、ね、結局二大政党でね、つまらない選択肢になるかね、あるいはね、自民一強になるか、ね、そういう不毛な制度だなというのもね、付け加えさせていただきまして、やっぱこういう仕組みはね、やっぱり改めて、ね、で結局執行部独裁になりやすいんですよ、今の仕組みはね。結局政党の公認がなかったら、ね、二大政党の公認がなかったら通らない、立候補も難しい、選挙運動も組み立てにくい、ね、そういう仕組みなんです。それをね、やっぱり改めていくと、いうことが今ね、大事なことじゃないのかなと思っております。それでは皆さん、最後までご視聴ご清聴ありがとうございます。いよいよ明日からね、衆議院選挙始まりますけれどもね、ぜひね、しっかりね、ご注目いただければ幸いです。それではね、おやすみなさい。